everyone, t h a n k s for watching. <S こんにちは、ともです。いつもご視聴いただきありがとうございます。えー、今日はあなたに、えー、英語講師の給与明細について、えー、大公開したいというふうに思います、えー。特に英語講師の仕事を目指されているとかですね、えー、そういう方はぜひこの動画を参考にして、えー、この英語講師としての仕事の実態ですね、どれぐらい稼げるのかってことを知って、えー、ぜひ今後の参考にしていただければというふうに思っています。はい。 英語講師というんですけれども、まあ、いくつかその英語講師ってあると思うんですね。塾の英語講師なのか、えー、学校の英語講師なのか、それともこうプライベートレッスンの英語講師なのかとかですね、いろんなその形が英語講師ってこう一つ言ってもえあると思うんですけれども、今回あなたにご紹介する英語講師というのは、えー、学校ですね。小学校 またはまあ中学校でも構わないんですけれども、僕の場合は小学校で採用されたですね、その教育委員会にこう採用されて、現場は小学校でですね英語をこう教えるというような内容で、ですね、まあ、これは口述するんですけれども、学校の英語講師っていう立場での給与明細という内容になります。はい 今回はですねその給与明細について皆さん気になっているそのいくらなのってところがあると思うんですけれども順番としてはですねまずそのどういったその仕事内容なのかご講師の仕事をどういうものなのかってことをまずあなたにお伝えをして、まあ、簡単にですねどういった経緯で僕がその仕事を見つけることができたのかとかですねその仕事の内容についてお伝えをした後に実際のその給与がどれくらいなのかってことを お伝えしますでそしてその後に、えー、僕が実際1年1年と1ヶ月2ヶ月ぐらいですね働か,す働かせていただいたんですけれどもその感想、英語講師どういう仕事だったのかとかですねどういうところがやりがいだったのかとかですねそういうことをお,お話をしてで最後にですねこれから英語講師を目指される方へのメッセージ特にそのどういう人が向いているのかとかですね逆にどういう人が向いてないのかとかそういうことについてお話をさせていただければというふうに思っています。はい それでは僕がですねこの英語講師とこういう仕事をですねするきっかけというのがもともと教育関係に携わっている方がですね僕に目を留めてくださってお声がけをいただいたんですよね。でありがたいことに今この仕事を知ってですね紹介をされて実際にこう応募してみて面接もやってですねテストもやってで合格をしてこのポジションをいただいたという形になるわけなんですね。 で具体的にちょっと簡単に言うとですね、えー、先ほど言った通り教育委員会からまあ採用はされている形なんですが実際の,その現場というのはその地域のです、ね、2つほど小学校があるんですけれどもその2つの小学校ともにですねその曜日が違えば別の場所に行くというような形で1週間にその 2, 個の2校です、ね、の生徒たちをこう受け持つその生徒たちにこう英語を教えるというような形だったんですね。 で僕の場合は英語講師、まあ、最初は当初はです、ね、非常勤英語講師という形で採用されました、まあ、日数としてはです、ね、非常勤なのでフルタイムではないんです、えー、実際には火曜日から金曜日まで火水木金の週4日の勤務だったんですね、えー、まあフルタイムの方に比べれば8割ぐらいですね はいえー、という勤務内容でした、えー、時間もです、ねえー、定時で始まって定時で帰れるような、えー、感じでした、えー、実際に8時に開始をして、でその後に4時15分ぐらいです、ね、にこう終わるというような形ですぐ帰れるというようなう形だったんですね、まあ、基本的に残業はないというような、はいえー、形でした。 そして、えー、内容としてはです、ね、ティームティーチングと先ほど言ったかもしれないんですが、えー、ALT とです、ね、一緒にこう手を組んでネイティブの ALT と一緒にこう手を組みながら、えー、一緒にこうチームとして子どもたちに英語を教えていく。 っていうような内容だったんですね。だから自分一人で全部やるんじゃなくて、ALT とこうタグを組んでですね、一緒になってこうクラスを展開していくとか、あるいはその、ALT だけではなくて、他の教員の方ですね、ホームルームティーチャーとか、他人の先生とかも含めながらですね、授業の内容をこう相談しながら組み立てていくみたいなですね、仕事をしていました。 で当初はその英語講師非常勤という立場だったんですけれども、2年目から、僕が働いていたのは2019年の5月からなんですが、1年間働いた後に去年ですね、1年経って6月で、2020年の6月で僕は辞めたんですけれども、2020年に入ってから、4月からですね制度が変わって、会計年度、任用職員というような立場になったんですね。 はいまあ、その変化があったりとかで、多少その、おまあ、仕事の内容は、ま、あの全く同じなんですけれども、多少です、ね、そういった給与の面で少し若干変化はあったんですけれども、総、ま、じ、あ、て同じような感じではありました、はいえー、若干そのお、期末手当とか、ですねその夏のボーナスというんですかね、そういうものが出るようになったことが、一つの大きな変化だったのかなとは思います。はいえー、それではではすね えー、お待ちかねの <laughs> 給与明細にちょっと入っていきたいと思うんですけれども、えー、結論からです、ね、あの見るよりは見る,見る方が早いとよく言いますよね、はい、聞くよりも見る方が早いと、はいえー、いうのでちょっとご覧いただきたいんですがこちらになります、まあ、実際に勤務していた場所があるんでちょっと隠してはいるんですけれども、えー、こういう形になります。はい えこれはです、ねえー、まあ直近に近いものなんですがおととし令和元年の12月分で、えー、令和2年去年の6月にまあ辞めていますので、まあ、辞める半年前ぐらいのおものになります。で、えー、これが内容になりますね。扶、は、養、いまあ、が1、えー、そして、えー、まあ結論から言うと月給が17万4000円だと、はいえー、いうところですね。 月給が17万4千円で、えーまあ、手取り、えー、が一番下にあるこの15万5万五千円、605円というのが、えー、手取り差し、まあ、引き支給額という葉で書かれていますがで基本的に月給はまあ17万4千円で、えー、そこからまあいろんなものがこの右側ですね引かれると厳選徴収税とか社会保険、まあ、年金とかですね、はい、あとあの保険ですねとか健康保険とかですねあとは工場があ,あると。 まあそれがトータルで控除されてで、まあ、プラスアルファとしてはまあ車で通勤をしていたので、えー、その分の交通費も少しは出ていると、まあ、そのプラスマイナスを全部ひっくるめて手取りで15万5000円ぐらいだったと、まあ、15, 15万から16万ぐらいの間でこう、えー、上下していたような覚えがあります、はい、なので、えー、週4日 えーまあ、普通のフルタイムの方と比べて8割ぐらいの勤務内容、勤務時間というその、えー、制約の中で、えーまあ、手取りが15万5000円だということですね。はい、これが、えー、今回、あなたにお伝えしたい一番の、まあ、内容というか、ですね給与明細になります、はいえー。いかがでしたでしょうか。はい 月給としてはです、ね、17万4000円ということで決まっていてそれをこう時間給にこう換算するといくらぐらいなのというところがあると思うんですが時間給にすると1338円なんですね。円で火曜曜から金曜まででの週4日間で月給 ああ時給ですね1338円で働いて1日も8時間前後なんですけれども働いてですねで、えー、月に17万4000円そして手取りが15万5000円ぐらいだと、えー、これがですね、まあ、一番の、まあ、ポイントと,と,というかですね今回あなたにお伝えしたい給与明細になります、えー、どう思われましたかね、えー、あそれしかかないのとかあ そんなにもらっっててるの <laughs> って、まあ、いろんな意見があると思うんですけれどもおそらくそれしかもらってないのっていう人の方がもしかしたら意見として多いんじゃないかな感想としてはこう多いんじゃないかなって思うんですね。 うんえー、これはです、ねまあ、簡単なその数字のマジックというかです、ねまあ、一見、あ時給1300円超えてるぐらいだったら、まあ、いい仕事だよねとかですね、えー、思うかもしれませんね、はいえー、時給1300円1400円とかです、ねまあ、近いので、まあ、それぐらいだったら、まあ、いい仕事なんじゃないのかってこう思うかもしれません。 えだけれども、実はですねこれをじゃあ月給換算にするといくらなのっていうところで先ほど言った通り17万4千円なんですよね月給に換算するとじゃあフルタイムだった場合はいくらぐらいなのっていう,こう想定できるわけですねでえこれ掛け算なんですけど1338円かける1日8時間なんでまあ実は7時間なえと45分とかだったと思うんですがえまあかけてみると大体1万円ぐらいなんですよなのでまあ日給1万円の仕事 うん、で、えー、週5日、例えばフルタイムで働いたとして、えー、月20日ぐらいありますよね、20、21、22とか、多分それぐらいなんですけど、まあ、20日として、えー、1万円かける20日、で、えー、ちょっとその先ほどの計算をするとですねだいたい21万4千とかぐらいになるわけなんですね、はいえー。フルタイムでもし働いていたら21万4千でそこからまた先ほどの控除が引かれて、えー、手取りがあるっていうような実は仕事なわけですよ。 えー、そのフルタイム監査にするとですねそれってすごく待遇どうですかね、えー、悪いんじゃないかなと思うんですよね。 まあこれはあのその仕事先をよく言うとか悪く言うとかっていう話ではないんですけど大体その初任給え大学を卒業した人の初任給がですね20万以上はあのまあ普通の,その中堅企業とかですねえ一般的にこうあの知られている企業であればもちろん20万円というのはえその下のバーとしてこう超えれるようなえ状況だと今は思って今はそういう状況だと思っていますえなのでまあ手取りでまあ20万とかですねえそして月給としてまあ22万 三万3万とか4万5万とかぐらいが今のこの社会のですね日本の平均値ぐらいなのかなっていう肌感覚ですけれどもというふうに感じてはいるので実際のだから大学卒新卒の初任給よりも基本的には低いさらにここに拍車をかけているのが先ほど言ったその期末手当とかですねボーナスがですね年末年少っていうんですかねその年2回あるとこもあれば年1回でまとめて出す子もあるんですけど基本的にそのボーナスっていうのが 初年度の場合は僕はなかったんですよそして2年目になってやっとその公認会計年度公認任用制度っていうんですかねができてそこをそういうその制度に変わってからやっとそのボーナスが出るようになったっていう流れなんですがその出る額っていうのもあんまりあのそんなに大きい額では実はないんですよね。 うんまあ、それは少なくとも僕の場合なんですけれども、えー、なのでそういったボーナスのなさとか少なさっていうのをえ入れた時にやはりその普通のフルタイムとしてもなかなか暮らすのにもまあ難しい金額だっていう感じる方がおそらく多いんじゃないかなって思うんですよね。うん でえーまあ、3つ目のポイントとして、まあ、僕がこの仕事をですね1年と23ヶ月やらせていただいたんですけれどもやった感想としてはですねすごく良かったですね、はいまあ、今回はその給与明細というテーマなんですが、えーまあ、それ いてですねやはり生徒っぱり英語を通して生徒と関わることができて英語をやっぱり教えてですねどんどん中にはつまずく生徒もいるけれどもそこをサポートしたりとかですね寄り添って話を聞いたりとかできるアドバイスをしたりとか英語を教えるっていう中でどんどん英語を好きになってくれる生徒がいたりとかですね英語をどんどん学ぼうって思ってくれるそしてそれの努力をしたりとかですねどんどんその努力をする中でテストでどんどんいい点を取ってきたりとか えー、どんどんこう発言をして手を挙げてきて、えー、話せるようになってくるとかですねそういう生徒をやはりこう目の前にした時にやっぱりこうやっててよかったなって思ったんですよねああこ,この仕事やっててよかったなってやっぱりその生徒を通して思ったんですよね。 うん、でそういう生徒との出会いだったりとか関係性の構築だったりとかあとはですね、まあ、特にその ALT、まあ、一緒にそのティム・ティーチングをさせていただいていた ALT の方、まあ、2名だったんですけれども僕の場合は、えー、やらせていただいて本当にそのあの素晴らしい、まあ、皆さん頭がいい方で、えー、頭がいいだけじゃなくて本当にその教えることにその情熱を持っている方だったので、えー、本当に知り合ってよかったなっていうふうに思うんですよね。 うんまあ、生徒だったりそしてまた ALT そしてまたその教員の方で、まあ、いろんな方がいるんですけれども中には本当にこう尊敬できてですねあの本当にまあ人として、まあ、僕男性なんですけど男としてというかですね人間としてあの掃除で、えー、すごくこう尊敬できてあこういう人になりたいなってあこういう本当に腰が低くてでも教えるのが本当に上手で、えー、人をこう愛してですねそれをこう体現できている人に本当に自分もなりたいなってこう思う人に出会ったりとかですね、まあ、そういう,こうローモデルっていうんですかねそういうの が本当にこうあ,のありがたいことに与えられたので、えー、本当に、えー、この仕事をやっていて、えー、よかったなって思うんですね。 うんえー、ただその一方でですねやはりその今回のテーマである給与明細っていうところで考えてしまうとやはりえ少し難しいところがあったなって思います、えー、特に僕の場合はですね最大者なんですね子供がいたり、えー、妻がいて子供がいるっていう状況の中で、えー、特にその去年はですね2人目が生まれたんですけれども、えー、その妻と子供をこを養っていくっていう意味から見た時には、えー、実際問題結論から言うとすごく 難しいいい仕事ななんだっっててう,うに思っていますすこれはですね次にあなたにお伝えするポイントにつながるんですけれども、えーまあ、最後にですねじゃああなたのメッセージなんですが、えー、このじゃ仕事はどういう人が向いてるか逆にどういう人が向いてないのかっていうところを最後にあなたにお伝えしたいんですけれども僕が思う、えー、この英語講師が向いてる人っていうのはですねおそらく、まあそ,のえー、その仕事の英語の好き嫌いとかそういうのは まあ後でででてておいすすねあのその形上ですね形どういう人に向いてるかっていうとおそらくですね単身の方、えー、シングルの方ですねが一番いいんじゃないかなって思うんですね、うんえー、そして年齢でいうとまあ若干若い方の方が向いてるんじゃないかなって僕は感じました なんでかというとですねやはりその給与体系がやはりどうしてもこう低水準になってしまっていてフルタイムに換算したとしても月給で20万22万弱21万とか22万、えー、だけなのでやはりこう一人で暮らしていくにはもちろん大丈夫だけれども例えば自分のように妻がいたりあるいはその女性であれば旦那がいたりそしてまた子供がいたりとかするとそれこそ、えー、身を犠牲にしてですねあの働かなきゃいけないんで、えーまあ、それでも 時間が取られるけれども全然給与がないというような状況になってしまってですね生活が困窮してしまうんですよねなので僕がお勧めするのはシングルの方で,で若い方ですねあるいはもう年齢を重ねてですね退職をしてですね そして第二の人生を歩んでいこうと資金的にも全然困ってないよというような方で英語に携わるその仕事をしたいとかですね子供に英語を教えることをしたいという情熱がある方そういう方がすごく向いてるんじゃないかなって思います。 あとはでですすね、ね、えー、経験を積みたい方ですか、ねえー、こういったその仕事、まあ、給与にかかわらずですね、英語講師としての,その経験を1年2年というふうにこう積んで今後の,その英語講師業というんですかね、えーまあ、起業するでもいいですし他のその大きなところで働くでもいいですがそのための,その必要な経験を自ら進んで積みたいという方にはおすすめです。 で逆にですね先ほど言ったんですがえまあ自分のようなその最大者だったりとかえそのこの一定額以上のものを毎月ちゃんと稼がなきゃいけないっていう状況に置かれている方そういう環境下にある方はあまりおすすめしませんやはりまあ自分の身だったりとか自分だけだったらいいんですけどやっぱり家族のそのおっていうのを犠牲にしてしましてまでやっぱりする仕事ではえ僕の個人的な経験としてはないかなっていうふうに 思いますので、えー、まあ、誰にでもこうできるとか向いているって仕事ではまないんだなってことをぜひですね覚えていただきたいなというふうに思っています、えー。いかがでしたでしょうか。今日はですね、えー、英語講師の給与明細についてあなたにお話をさせていただきました。 えー、この動画が参考になったとかですね、えー、あ自分も目指してみようとか、逆にですね、ちょっとがっかりしたから、自分は目指さないとかですね、やめたとか、なんかいろんなその反応があると思うので、もしそういうのを感じていただけたらですね、えー、ぜひ高評価、そして、えー、チャンネル登録をよろしくお願いします。えー、そしてまたそういったあの感じていただいたことをコメントにぜひ書いていただけると、僕、あのコメントちゃんとチェックしてますので、嬉しいですので、えー、ぜひお寄せいただければというふうに思っております。 はいえー、僕はです、ね、いつもは英語を学習する方に向けたりとか、あるいは自己成長をしたい方、そういった人たちに向けて、動画を撮影をしております。 僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びるだけじゃなくて、あなたが初代、えー、海外に例えば行ったりとかですね、自己成長をしたりとかするために必要な認識、自己認識力だったりとか、発見とかですね、気づきとか、マインドセットとかですね、そういったものを得て実践することができるようになりますので、ぜひ、えー、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた、Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you. your family and your friends. Bye-bye.